イリア・レクセイエビチ・トカチェンコは、ロシアペルミ出身、イスラエルの男性フィギュアスケート選手。パートナーは、イザベラ・トバイアス、エカテリーナ・リャザーノワ、マリア・モンコ、アナスタシア・ゴルシュコワ。2005年世界ジュニア選手権3位。2007年ジュニアグランプリファイナル優勝。ロシアのペルミに生まれ、5歳の頃にスケートを始めた。2002年に、 アナスタシア・ゴルシュコワとカップルを結成し、2004から2005シーズンより、ジュニアグランプリシリーズに参戦を果たした。同シーズンの世界ジュニア選手権では、初出場ながら3位となった。2005から2006シーズンには、ジュニアグランプリシリーズの2大会で優勝を飾った。ものの、ジュニアグランプリファイナルでは2シーズン連続の5位、世界ジュニア選手権でも7位に沈んだ。 このシーズンをもってパートナーのゴルシュコワがスケートを引退したためカップルは解散した。2006年夏マリア・モンコと新たにカップルを結成。2006から2007シーズンのロシア選手権のジュニアクラスで2位となり世界ジュニア選手権に出場。翌2007から2008シーズンのジュニアグランプリファイナルでは優勝を飾ったが、 シーズン終了後にカップルを解消した。2009から2010シーズンからは、エカテリーナ・リャザーノワと組協議会に復帰した。2010から2011シーズン、エリック・ボンパール杯で銀メダルを獲得。トカチェンコと組んで ISU 主催の大会において初めてのメダルを獲得をした。ロシア選手権でも初メダルを獲得し、ヨーロッパ選手権に出場した。 2011から2012シーズン、スケートカナダの FD において、音楽に明確なリズムがないという理由で減点を受けた。その後、ピアノでリズムを追加することによって、ルールに対応した。ロシア選手権には、直前に、トカチェンコの肘がリャザーノアの鼻に当たり脳震盪と、骨折を起こしたものの出場し、2年連続でメダルを獲得。 世界選手権に初選出された。世界選手権では SD の前に路上レストランで食べたシーフードに当たり体調が良くなかったもののミスなく滑り切り9位と検討した。4月、翌シーズンの準備のためにコーチのアレクセイ・ゴルシュコフと共にアメリカのマリナ・ズエワとイーゴリ・シュピリーバンドの下で練習すると発表した。2012から2013シーズン グランプリシリーズのスケートカナダ、エリック・ボンパールハイで2000連続の3位。ゴールデンスピンで国際大会で初優勝。欧州選手権では自己最高の4位に入った。2013から2014シーズン、ロシア選手権では4位となり表彰台を逃す。欧州選手権では5位で出場した。 ロシアのカップルの中では3位となり、ソチオリンピックの代表には選ばれなかった。4月24日、ギャザーノワとのカップルの解散を発表した。その後、イザベラ・トバイアスとカップルを再結成し、イスラエルに所属を移した。2017年4月、マリナ・ズエワへのコーチ変更を発表した。2017から2018シーズンには出場予定だった。 グランプリシリーズの出場を辞退した。12月には、イスラエル国籍取得が拒否され、ピョンチャンオリンピック出場への道は閉ざされた。2018年1月29日、トバヤスが引退を発表し、カップルは解散となった。カップル解散後は、ズエワの下でコーチ業を始めた。バーチューモイヤーウィンサードスケート、カナダゴールドハット。 ブラシェンコキャプチャーズナインスタイトル、ゼー、ゼー、ファイ、ゼー。ゼーゼー、ゼー、マイナス201820クエスチョンズウィズ、イザベラ・トビアス・ライズ、バンクーバーオリンピック最終予選。国際スケート連盟主催。トビアス・リターンズ・ツー・ザー・イス・ウィズ・トカチェンコ。ありがとうございます。